ニューヨークヤンキースに所属する26歳の内野手グレイバー・トーレス。彼は現在メジャー5年目を終えたばかりの若い選手だが、プロの野球選手になる前から多くの球団に注目されていた有望株と言われる選手だった。中南米系のメジャーリーガーは16歳で球団でプロ契約を結ぶ選手が多く、昨今のメジャー球界でもそのような若くから頭角を現す数多くの選手が活躍しているが、このトーレスという男もまさに野球エリートと言うべき選手の一人。世界一の大球団ヤンキースで若くから活躍できるほど野球センスは抜群で、プロ入り前から多くの球団やファンが注目する才能にあふれた逸材の中の逸材だった。トーレスは南アメリカ大陸北部に位置するベネズエラという国の出身。ベネズエラでは貧しい家庭環境から牛乳パックでグラブを作ったり、棒切れを削ってバットを作る子供たちもいるが、トーレスは比較的裕福な家庭で育ったため、そのような厳しい環境とは無縁の少年時代を過ごしていた子供だった。欲しい野球道具があれば何でも買ってもらえたそうだ。ただその背景にはトーレスの野球の才能があると見抜いた父の存在があった。トーレスが16歳で超有望株の選手に成長し、契約金1億8000万円でカブスと契約を結べたのも父の熱血的な指導があったからと言われている。トーレスが9歳の頃からは自らが息子のコーチとなり、連日日が暮れるまでバッティングや守備練習を一緒に行った。トーレスの父は息子が14歳になった時には2年後のプロ契約を見据えて、球団のスカウトたちがどのような選手を獲得するのかを熟知しているコーチがいる野球アカデミーへとトーレスを入れた。そしてこの野球アカデミーのコーチたちによる指導で、トーレスはさらに野球選手としての能力を開花させ、16歳になった時には複数の球団が獲得の意思を見せるほどの優秀な選手にまでなっていた。その後は先ほど話した通り、トーレスは16歳にして約2億円という大きな契約金でカブスとプロ契約を結んだ。2013年にプロの世界に入ったトーレスは、3年後の2016年にはヤンキースへと移籍した。ヤンキースへと移ってからもマイナーでは順調に好成績を積み重ね、怪我の影響で予定よりもメジャー昇格が遅れたものの、2018年4月には21歳でメジャーデビューを果たした。そしてこの2018年のシーズンといえば、日本の二刀流大谷翔平がアメリカへと渡った年でもある。大谷翔平と同じルーキーイヤーを過ごしたトーレスは、早くも大球団ヤンキースでの活躍が認められ、新人王の候補として名前が上がるほどだった。結果的には大谷翔平が新人王を獲得したが、トーレスの活躍もルーキーシーズンにしてレギュラーに定着するほどの見事な活躍ぶりだった。トーレスは昨年メジャー5年目を終えたが、26歳にしてヤンキースの中心人物にまでなっている選手。デビュー2年目からはさらにバッティングがパワーアップしたと球団やファンからの評価も上々だったが、この要因としては打撃練習の際にジャッジやスタントンのいるグループにトーレスも入れられ、間近で人間離れしたバッティングを見て大きな刺激を受けたことがいい影響を生んだと言われている。近年のトーレスはシーズン中に大きな波があり、不安定な時期を過ごすこともあるが、それでも世界一の大球団で21歳の時からレギュラーとして出場していることを考えれば、今でもチームの大きな戦力であることは間違いない。まだまだ全盛期を迎えていないトーレスには、今後の活躍に期待も大きく膨らんでいく。メジャー球界を担う若手選手の一人として、これからもきっとメジャーリーグを盛り上げてくれることだろう。